どうしたのかと言いますと、なぜか先ほどから画面がおかしくてですね、画面がおかしくて歌詞が表示されていないの。あ、びっくりした。何？何もない。は？バイバイ。うん、それで歌詞が表示されないので間違えたら怖いので、はい。お姉どうした、分かんない、覗きに。はい、歌詞を表示しながら、パソコンで表示されながら、されながらしながらやりたいと思います。間違えたら本当に申し訳ないので、間違えるわけはないと思ってるけど、さっさっタイピングは結構得意なんですよね。途中で終わったよね、思った。私もなんかペチって切れたよね。なんか今日調子が悪いのかな、何なんだろう。ミラーボールありがとうね。
そう、プチってなった。Wi-Fi 切ってみました。見える？治った？本当に？切ってみたんですけど、ループしてる？大丈夫かな？見えてますかな？ループ抜けたかな？元気です。治った？よかった、よかったよ。お姉ではないです。ご近所さんのお子さんがとても元気です。外で遊んでるみたい。やっぱいいよね、ゴールデンウィークだからさ。ポキちゃんじゃないんです。あ、見れるようになったね、よかった。今日あれをね、例えば本当にそう。何言おうとしたんだっけ。いや、みんなクルクルしてたから、多分私のせいだから、あの Wi-Fi を切ってみました。はい、今はバチ、よかったよ。何の歌詞にし、何の歌にしようかなと思って、はい、うん、何にしよう、渡り鳥かな。いや、全部はない。心に太陽とかはないから、うーんっていう。身の盛りがいい。昨日披露させていただいたんですが、身の盛りがいいということなので、緑盛りにしようかな。緑盛りする？緑と、あ、ひらがなひらがな、緑と森の、どこまでかし、今日は NGT 縛りでやろうと思っていました。はい、夜もと思っています。その方がなんかイベント最終日でみたいな感じでいいかなと思って。最終日はやっぱり NGT48 なので、私自身がNGT48 のここで締めたいなって思ってました。そう、喉が鳴っています。今日もいいね。次は見守りかな。誰もいっぱいありがとうね。行きます。はい、やっぱりバグってる。
歌詞がこの辺にあるんだけど、ちょっと画面の今日はここにあるってか。昨日の最後の表情、あ、さあ、もっと自分的にね、もっと笑ってるつもりだったなっていう時も全然笑えてなくてショックでした。あれ、私もっとこの時微笑んでるつもりだったのにっていうことがちょくちょくあって、あ、こんな、なんか憂鬱そうな表情してたんだと思って、あえてじゃない、もっと笑ってるつもりだったの。なんか楽しそうに
待ってるっていうか、あまだかな、もうちょっとかなみたいな、楽しそうに待ってるつもりだったんですよ。なんか待ち合わせに遅れてきて切れてるみたいな表情してた。どうしたらいいの私あれ。怒ってなかったですよ、みんなのことちゃんと待って、あのはい、楽しそうに待ってるつもりでした自分的にはね。うん、そう、なんか残念でしたよね、ちょっと切れてないんですよねあれ本当は。どういうことなんでしょう、表情筋がやっぱね、なんか難しいですね。ポイポイ、うん、タイピングが早いのは私スマホをスマホを買ってもらったんですよ、中学1年生ぐらいの時に。テストで何点取ったら買ってあげるみたいなこと、え絶対欲しいスマホと思って頑張ってその点数達成して取ったんですけど、あ買ってもらったんですけど、その点からその点取ったからスマホ買ってもらって、もうスマホうんよいしょよいしょやったーっていじってたら、まあ次の点数ですっごいダガタンガガガタンって落ちてしまって、まあ没収されたんですけど、そういうことをいろいろやってたら3年間中学校3年間ほぼほぼスマホいじってなくて、だから YouTube とかを見る、なんか動画アプリとかを見るのはパソコンだったんですよ、家にあるお父さんのパソコン。だからタイピング必然的に慣れてちょっとだけできるようになったっていう感じです。今はもうね絶対クリック、あのフリック入力の方が早いんですけど、一時期極めてました。これなんかあるじゃないですか、タイピングゲームみたいなやつあと漢字をさ、なんか漢字某テレビ番組の漢字をさの名前を当てるみたいなさ、読み方を当てるみたいなやつのタイピングゲームとか、そう寿司のやつとかいろいろやってましたっていうのでタイピングは結構好きなんですよ、某テレビ番組のやつ。こちらにしましょうかな。漢字はねまあまあ普通普通って感じです。なんかプロフィールの特にえいませんでしたっけ、タイピングどなたか、もしそのかいた気がして、その人買ったよりね下手くそだったら嫌だなと思って書いてません。タイピング得意な方いましたよね、いないっけ、えいた気がするんだよ、いたと思います、見た記憶がある確かどうだったかなね、どなたかは忘れたんですけど、いたいたと思うんですリリノさんだっけ、そうかもリリノさんかも多分と思って書くのやめました。めっちゃお腹痛い、なんだろう
エビちゃんの書いたら何だろう。あ、そう、リリノさんね、簿記とか、うんうん、それを見て書くのをやめました。お腹鳴ってる。お腹鳴ってます。タイピンならたくさん持ってる。タイピン持ってないな。さてと、今回の枠はこれで最後にしようかな。あ、これで最後にするならもっとあって、まあいいか。話したいし。ありがとうございました。皆さんギフトいっぱいありがとう。
声と待ち声室に合ってる。あ、本当に嬉しい。あと18分なんで、あとはね夜の最終枠に残しておきたいと思います。そしてちゃんと最終枠に歌うやつは練習したいし、はい、そういうことになります。ちょっとさあれやりたいんだけど、これ自分のさお遊びみたいになっちゃうんだけどさ、タイピングのあの某寿司なんとかのゲームをさやりたいな。やってもいい？一回だけ、一回だけね、一回だけやってみていい？いくらさ得するかさ、一回だけ試しにね、久しぶりにやってみたいなって思っちゃった。一回だけ、一回だけ、一分のやつを一回だけやりたいな。はい、これは私得でしかないけど、みんなも やる？みんなもやる？メイク動画の見に行くのやだな。いくら、まあね、私これ実はね、これであんまり得したことないんだよね。これね、そう、たまにやると楽しいの。何回も連続でやるとめっちゃめっちゃ得したことがないの。なんか何円、何百円とかはあるけど、結構いっぱい得したことはないんですよね実は。そう、お手軽コースでやってみたいと思います。ちょっと本気出そうかな。本気出そうとか言ってさ、しょぼかったら話になんないよね。はい、いきます。なんか間違えるとさポーンっていう。780円でした。ねえマジでしょぼい。納得いかない、納得いかない。手元みたい。えね、手元でも、手元さ間違えてたら恥ずかしいからやだな。どう ?780 円。納得いきません。納得がいかない。もう一回やるもんね。これ誰得配信なんだろうね。ごめんね。なんか私のお遊びに付き合わせちゃってさ。いや、高得点じゃない。全然ね。全然ダメダメ。よくない。え、こんなもんだっけ？違うよね。鎌倉綿ぼこり肩ワイゾどこへ。キーボード低いと、え、確かにそうかも。あ、ちょっと上がった。ちょっと上がりました。1800円。ちょっと高くしてみますキーボードを。
よっこらて、みんなからもらう予定のさ。え、でもこれ長い。あ、え、まあさっきよりはいいかな。もう一回やります。え、これさ、まあいいよね。学校の休み時間とかさ、よくやってました。納得じゃないです。あ、1800円じゃない、間違えた、1080円だ。300円ぐらい上がりました。え、みんなもやる？一回だったはず。え、なんかさ負けすぎるからさ。タイピング配信ごめんね。全然楽しくないよね、みんなからしたらさ。ほいーん。いやー、パスにしよう。いちご染色体、リンゴ、やばい、やめてよ、みんなに間違えたのバレるじゃん。ピコーンが、あの、その、あ、落ちたんで結果は言いません。ピコーンが、あの、そのお題をクリアした、あ、バッテリーが。そのお題をクリアした音なんですけど、ピョンピョンが、あの、間違えた音。間違えた音聞こえやすくなったって無理。恥ずかしすぎんだけど。まあいいよ、ありのままを配信しているからね。まあ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 、これ誰得って感じだけど、まあね、木本アンナが楽しむところを見てってよ。マジで誰得配信、本当にごめんなさい。一回さ、やり始めたら止まらないって多分最初から分かったはずなんだけど。あ、やばいやばい、おおお。まあまあまあ、それでも、それでも私は2000円ぐらい得したいし、そこそこ楽しい。え、よかった。めっちゃつまんないとかじゃなくてよかった。はい、よし。あ、夜はちゃんと歌うので、夜はちゃんと歌うので許してください。楽しいんです、これが。本当にね、一回やり始めたら多分ね、本当お姉とかに、お前何やってんだって言われるかもしれないけど、やりたいので、すいません。次、これの一個上にしてみます。あ、やだ。え？わあ、通り。あ、どんどん疲れてきてんのかな。右思考か。やばいよ。
どんどこどんどこ下がってきてるよ。全然ね得してないよ。得は今のところまだ損失は出ていないんですけれども、得できる値段、うん、うん、うん、どうしようかなこれ、これどうするこれどうするね、マジでどうする。集中力、そう、なんかみんながあのどうどうってこう、あ、みんなのせいにしちゃった、ごめんごめん違う、あ、試しにね一個違う上のさコース、おすすめコースをやってみたいと。どんどこどんどこ下がってきています、助けてください。やだやだ、ちゃんと自分邪魔してごめん、違う違う、みんなのせいじゃないんだ。私の集中力と指の疲れが溜まってきてどんどん下手くそになっているだけなんだ、ごめんね。集中します、これで最後、これで最後。ねえどうって聞いて、ごめんねじゃないよ、違う、ごめんね、こちらこそ下手くそでさてこれで最後かな。1個コースを上げたやつを最後にします。そしたらもうダンジョンもね読まないといけないので、さあ後に一目惚れって。さあ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 、うん、よし、お、さて、うん、壇上を呼びにしていきたいと思います。うん、全然なんかね、うん、さてさてさてと壇上呼びをしたいと思います。はい、結果はね皆さんのご想像にお任せ。13位 MS さんありがとうございます。12位タカタンさんありがとうございます。11位カメ仙人さんありがとうございます。10位カンクロウさんありがとうございます。9位おしょうさんありがとうございます。8位陽平さんありがとうございます。7位マサさんありがとうございます。6位マツアさんありがとうございます。5位プラハさんありがとうございます。4位ナーパッパさんありがとうございます。3位ダイさんありがとうございます。2位グッチさんありがとうございます。1位日焼けさんありがとうございます。さあこんなセンスのないセンスのない JK のタイピング配信になってしまいましたけど、はい、申し訳ない、本当に何なんだろうね脱線しちゃったよね絶対に。まあ4分あるから、4分あるからもう1回ぐらいやっても大丈夫みたいな、大丈夫かな、もう一回いける、もう一回だけやって、まあみんなに結果を言いたい、みんなにいい結果を報告したい、そう思ってます、
しゃ、これが最後本当に。だってあと3分しかないし、やります。あ、待って待って、ポンポンやめて、サイレントモードにすればよかった。やめてよ。なんかさ、私が間違えてる音とか聞こえてないよね。結果？ふう、結果？ってなんだろうっていう感じだけどね。うん、結果って何？うん、聞こえてない。うん、ね、5000円コース、おすすめ5000円コースなんですけど、1000円分損してるね。うん、どういうことこれ、これどういうこと、損ん、損って何？4000円分のお寿司しか食べてない。いや、私はまだまだいけるよ、まだまだいけるし。何の話なんだ、なんか間違えてる、もしかしてこのパソコンが悪いのか。私はもっとなんか1万円分ぐらい食べた気持ちではあったんだけど、まあまあ世の中そういうこともあります。59分、はい、すいません、こんなことに時間を使ってしまって、何を見せられてるんだろうって思ったと思います。16時なので終わりたいと思います。字幕はちゃんとカラオケします。じゃあねー、またねー。ありがとうございました。ギフトもいっぱい。じゃあねー。